おはようございます。11月6日6時23分です。今日は本当にまたこれいい太陽さん出てきましたね。今日はちょっと風はありますけど、こんな感じで、あそこにカモメもいますね。穏やかな一日の始まりです。今日は海に向かって風が吹いてますね。煙突を見てください。波も穏やか。本当はガーミンのアクションカメラがあるといいんですけど、ないんでこれで撮ってます。現在距離は 4.91 キロ。6時52分です。川まで来ました。糸井小川です。今日は達磨山は雲の中、あちら側は白老の方、登別の山々は綺麗に見えてますね。はい、太陽に照らされて本当に綺麗です。ここの様子を見てください。一面ずっと貝が落ちてますね。こうやって貝だらけです。これはですね、みんなあのカラスたちが海から運んできて食った貝なんですよ。食べかすです。真っ白です。いやー、ここ貝で真っ白でボコボコで歩きづらいんですよね。時々カラスに襲われそうになります。俺の縄張りを荒らすなんて。こんな感じの貝がね、落ちてるんですよ。この辺ちょっと川からこっちは人があんまり来ないんで、それでカラスの楽園になっています。はい、カラスの餌場です。最初のところに戻ってきました。だいたい 8.40 キロ走りました。ちょっとゆっくりしてきたレースですね。これが撮影しながら走る、こんなもんですね。私の実力は。今日も一日元気で参りましょう。ではまた。